こんにちは山田レイジです、えー、進撃の巨人いよいよ、えー、最終解説になりました。えー、伊佐山はじめ先生はですね、えー、明らかに何かを殺しに来てると、えー、最初から言ってましたよね、えー、この作品はロックンロールだとロックンロールだと、えー、そしてそれは、えー、俺を殺しに来てんだという話もしてましたけど まああの国を殺しに行ってるとも言えるんですけどいやむしろこの国をみたいなのもあるんですが今までそれずっとやってきましたけど最終局面に入りまして最終回を迎えて一体あれは何だったのかえー、あれでいいのかねよかったのかみたいなことで怒ってる人もいるとえー、で俺はどう思ったのかと。 でまあ、見た結果ですね、えーまあ、予想通り、えー、なかなかのものを殺しに行ってましたね。で、殺して倒して変えているんですけど、あれをですよ、あれを殺してんですよ。で、その結果どうなのかというと、ちゃんと答えを用意してましたね。で、それは一体何なのか、そればっかり言ってましたけど、今日全部言います。 えー、ヤングさんで久しぶりの公開生放送です。エアマダネージのヤングさんです。スタート進撃の巨人ラスト。星を見送り、朝のイミテーション。 私の作り笑顔決まって思う時間が止まってしまえばいいと悲しいニ 後悔や誰かの言葉で傷つく時代が来る毎度お仕事を疲れれんでいよいよ無敵の3で明日を制するウォームアップここにおいで ですか拍手とかもらっちゃったりしていややりたかったんだろうお前が <laughs> 本当ね二年半ぶりの公開生放送でございます皆さん来てくれる皆さんありがとうございます、えー、本当にもうねいや長かったですね、はい、長かったな本当に会いたかったですよ、うん、まあ個展もあったんでね、うん、何人かはあったことあるんですけこういう風うに、えー、ちゃんと本放送で公開生放送本当に久しぶりなんでお客さん入れてやるのと うん、普通にねスタジオやるの全然違いますからこ、ね、この「進撃のラストはみんなと一緒に盛り合っていこうっていうことでね、うん、やっていきたいんですけれども、えー、まずはご紹介いたしましょう漫画家の山田レイ先生今日はもう冒頭からね「はい、あれでいいのかあれを殺した」。 あれとかね、指示語が大きすぎなんだという感じでね。今日全部の答えを話してくるっていうことで。そうなんですよ。ちゃんと答え全部やってきました作者ですかなぁ、ほんなしてくんなかったな、始めはな。待ってたんだけどな。いやいや、いつかね、お会いできる日を楽しみにしてるんですけれども。そして隣は、詩人の久瀬さんです。どうもよろしくお願いします。詩人の久瀬です。 いやいやいや、そして、えー、今日は松本からはるばる、ねはい、来ていただきました、しみちゃんです。よろしくお願いしまーす。広島し,し, <laughs> しみちゃんでーす。<laughs> そして私が、えー、司会進行を務めさせていただきます。僕の君の奥の奥の奥のそれ定番にしてるゆ言ってちゃんと言ったー。 言ってるもう三回目なんではいなりましたねもう自分のもんしたねはいはいはいということで今日は進撃の巨人もうずっとやってまいりましたがなんていうと初回放送のねあれだったんだ第一回目でやってるからね第一回目からもうな何年七年半以上経って8年目でしょだって。う七年半ぐらい経ってもう一度やるよ 最後までやるよって決めて、うんえー、4回やってきましたね今までそして今日5回目でラストの解説という最終回ですね2十の7巻から34巻まではいどうでしたかレイさんいやマジでボロボロ <laughs> ボロボロこれ多分ヤンサン史上一番きつかったんじゃないかな準備が 3> <ー>丸3日かかってるん 丸3日かかるぐらいっていうか複雑なんだよ最後で全てのキャラクターに決着つけようとすると、うん、だからさスルーできないんだよんだってあいつもああ動くしこいつもああ動くしああいつもこんなとこがみたいなの出てくるし大変だよねスルーできなかった、まあ、それとあとまあなんか、えー、伊佐山一が、はい、どういう気持ちの変化があったのかっていうのの最終局面なんで。 俺はこう思ったんだっていうのを最後ぶつけてきてるんですよね<ー>本格的なやつをうん、うん、でそれは元ネタいっぱいあるんですよ、うん、でそれを全部言うとあの今日中には終わんないやつダメじゃん嘘じゃんだから今日今日はちゃんとゃんなるべくちゃんとやろうと思って頑張って用意してきましたいやもうせっかくなんでね、うん、本当にもうこれまでの回数の濃密でしたけど、うんね、この最後の発刊分だって気になるでしょこの並びまあラ,ラルはいるよもちろんラルはいるけど ラル,あのラルだけじゃなくてこういう人も出てきちゃうから表紙以外はこういう人も出てきちゃうしこういう人も出てきちゃうし誰なんですかそれにちょっと今日言いますアベンジャーズにおったえこれアベンジャーズの人ちゃうやろちゃうね <laughs> いやこれめっちゃ有名人だろこの人バッファローマンあ、まあ後で言います、ね、<laughs> はい、はい、これ松山さんとかすごい詳しい人です <laughs> はいはいはい似しはい、そうですねはい。 っちゃいいいいいますか時間ないんでねはい、はいはい、はい、じゃあちょっとまずねあのまず、あ、概論からいっちゃおうかなと思って<う>で、まあ、その概論の話ですけどね、はい、あ10年間、まあ、ひたすら自問自答をしてる諫山一が見えるわけですよ。なんか孤独ですすよねねひたすら、ね、でそのなんかその孤独な童貞男が自問自答を繰り返すっていうのが日本の文化じゃないですか。まあ、<laughs> でそのなんか途中から友達の話も聞かなくなる。 っていうフェーズに入ってくるっていうのがエレンのこの最後の方のな流れなんですけど、うん、急にね。いやーこの辺がねだからそのなんかな暴走でもあり純度を増してくるとも言えるし、うん、どう怒りの目的用の結論みたいなものが、うん、まあそのなんか非常に孤独な感じですよね。うんえー、だったのと、 えー、その他のキャラクターがそれぞれ答えを出していくっていうのがまあ素晴らしかったなっていうのがありましてまず1つ目はですねもう明らかにデビルマンの完璧な子孫ですね<ー>だからまあなんか現代版デビルマンってっうと安くなるかもしれないけどこれ本当最初かから、まあ、デビルマンっぽかったなとは思ってましたよ表現もそうなんだけど、うん、ラストが完全に重なる形だったんですけどあの。 ね、サロメラストはあすいません今日はあの完全なネタバレでいきますけどあのー、まあおなじみのっていうか漫画史上、えー、に残る名作のラストと重なりますよねだからその話もちゃんとしますで、えー、そのなんとのデビルマンとの、まあ、共通点言うと、まあ、明らかにね「世の中は嘘だらけだ」と。で本当のことを見せてやるっていう若者の怒りと。 まあそのインペハグっていうそのまあ基本的に怒りっすで、ねうん、あの永井豪先生はハレンチ学園でまあ弾圧されたわけですよね。だからその無邪気に漫画家になったはいいものの好きなことやったりいいわけじゃなかったっていうね自由じゃなかったっていうね。うん、そして大人たちは嘘ばっかり言ってるみたいな。そのなんぞ怒りがそのデビルマンに爆発するわけですよ。そのものすごい短い間にデビルマンがドーンって爆発するんですけど割とそれにすごい近い。 虚をはぐ若者の怒りっていうことですねがまあまあ一つあるなっていうことと、まあ、あと先ほど言いましたけど10年にわたる自問自答劇それはまあえ何度も言いましたけどね山はじめの人生とと完全にリンクするというねうん、うん、だからまあなと大分県日田市というね、うん、温泉のあるなかなかのどかな素敵なところで。 生まれ育ったはいいんだけどこのまんまじゃダメなんだっつって、えー、まあね出ていくわけですよその街をねでそこから東京に行って彼が体験したっていうのとこの物語って完全にリンクしていきますよねだから一番何も知らない少年が外の世界に憧れて出て行って知っていく出て行って知っていくっつってカメラは一回向こう側に行く、うん、そして戻るっていうのを繰り返しながら世界ってどうなっているのかっていうのを見せてくれるっていうのはまあ明らかにその状況をして ね、東京に行ってから世界広がったとかああいう感覚っていうのはまあ割と君らなんか知ってるわけじゃんわ、うん、かりますあの東京思ってた東京と違うとかさんだけですかねこのメンそう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 中途半端な,なんか感じでいるのは俺ら、うん、だから俺体験できてないわけだか俺ニューヨーク行ったらそうなるかもしんないけどそういうことが、まあえー、結論としてねあとは完全にこれですよ世代論ね ここではないどこか時代のアンサーあれはいみんな大好きグレーですこれ90年代絶対に伊沢山始め86世代なんで90年代に思春期だったわけですよねだからあの何も分かんない時に最初に受けた文化が90年代カルチャーだから、うん、みんながここではないどこかに行こうって言ってたわけですよだから俺はなるとか言ってるわけじゃないですか <laughs> <で> <laughs> それでそこには何か 夢のようなものがあるんじゃないかっていうここは最悪外は最高っていう擦り込みがあったっていうかそういう時代だったわけですよねでこれに対して本当はどううなのかっててていうことを、うんま、突き詰めて答え出してますよねそれがなかなか素晴らしかったなっていうかそれはね明らかに上の世代に対して殺しにいってるっていうやつではありますね、うんうん、先輩違うんじゃないですかみたいなやつでっ,っていうね、まあ、ロックですよ。そしてねあの後半三笠ですよね。 後半ミカサの行動がまあ愛って何かって話のある種の結論で奥野さん俺<ろ>愛全名王でしたね<ー>そうでしたか,、はい、だからこ愛全名王だったかっていうことだったなっていうこととえここの辺ちゃんと話しますねはい、はい、あとまあ明らかに近代の呪いに対しての答えなんで夏目漱石からの我々のテーマんー、えー、なんぞのアメリカに憧れ ね、ヨーロッパに憧れ <laughs> そしてでかくなろうとしたというね、えー、そういったものの、えー、呪いみたいなものでこんなことになってますからね日本はねだから、えー、それに対してその若者が考えた回答っていうのかなそれは全部出てたなということで、えー、全部面白いなと面白かったですはっきり言って。<laughs> か楽しいかったんだよ最後まで楽しかったって言ってくれるのはんか嬉しい最後までいやつかむしろ上げてってバイブス上げてってしみちゃんね上がってきましたよ上がってましたよ今油断してました油断してるだろ今日はいつでも喋りかけられるからねびっくりしちゃった自分のと違うから画面一緒だからねはい気をつけてででえもうすげえ奥野さんベタな話しちゃうけど 名前からしても、パラディ島じゃないですか <laughs>。はい。だから、割と、その、こてこてに解釈して、よかったんだみたいな。うん。だから、その、楽園送りだって言って、送られるところがパラディ島だから、パラダイス島ってことでしょう。ん。これって、要するに、あのー。バカばっかりになった、日本のこと言ってるわけじゃないですか。 で楽園送り,送りになって本物の馬鹿になれっていうふうに注射を打たれるわけなんで、まあ、あのこれは実際アメリカに打たれた馬鹿になる薬をガーンと打たれるっていうことをやってたっていうことなんでこの攻め方。<laughs> ね、うん、どう考えてもそうじゃないですかでマーレってあのアメリカをアナグラムしようとして途中でやめたのかなみたいな感じもするじゃないですか <laughs> それはこじつけじゃない <laughs> 憶測です楽しませてくださいよ、ね、憶測で言うと L にやって何かでこじつけたくなるじゃないですか、はい、じゃあこれリア L にな,りなるじゃないですか <laughs> 個人の見解なんですよいやもう俺は俺はあれですよ三浦淳のあの系譜なんで、うん、あの、ね、L サイズ 巨人じゃないですか。一読者ですからね。<laughs> <laughs> L サイズ <laughs> 大きくなっちゃうのを愛しているエルディアかななんていうことも巨人こで言えるかななんていうことを考えさせてくれるような面白い名前がついてましたね、うんまあ。トミロさ,さんと一緒ですよね。で、あとあのびっくりしましたけど、あのエレンイエーガーって名前も、はい、まあいろんな人は考察してますよね。えそうなんだ。はい。エレンっていうのは、まあ、成人の名前で。 イエーカリウ狩人っていう名あのことから来てるみたいなのがあるんですけど先言っちゃいますけどあのあれなんだっけなドキュメンタリーで、うん、あのなんだっけなあの東東西のドイツの壁が、うん、ベルリンの壁が破られる時のドキュメンタリー見てたら、うん、あれ最後にゲートを開ける人がいるんですようん、うん、東ドイツの。うん、あの人の人名前がイエガーガなんですへえマジ 壁を開けた男がイエガだったんですよでこれもしかしてそっから来てたら下流動説よりももっとグッと来ませんか、うん、グッとくるその話が本当だとしたらグッとくるでも <laughs> あのメルケルのドキュメンタリー見てたらイエガって言ってましたから <laughs> あの壁開けちゃう5系ですもんねそうそうなんですよだどなんかまあ。 ヨーロッパの人の名前がガンガイ出てくるじゃないですか。でも俺ぐらいになると、お前らどれぐらいになってるらない。ゲルブイエーガーっていうモビルスーツがあったんですよ。モビルスーツの話。だから、ガンダムファンでいかっこいい響きだからつけたのかなって、買ってます。いや、絶対ガンダムはいっぱい入ってるでしょ。うん、ランバラルだけじゃなくて。ランバラルは直接の名前では出てきてない <laughs> 違うよ。全部にラルがいるみたいな感じで。<laughs> 全部にラルが入ってるだろうがよ。ラル地獄って言ってましたもんね。ラル地獄っすよ。 そんな感じでです、ね、まあこの「無垢の巨人」っていうものを、えー、書いてるっていうのがまあ俺これが人間だったと。で「えー、無垢の巨人」は元人間で,でアメリカに打たれたバカ薬を打たれたあ日本人のようだというふうに読めるっていう、うん、そういも社会風刺そのものですよねで、えー、このね。 なんてうんだろうなこの楽園っていうところに連れてかれて知性を奪われて巨大化してさまよう無垢の巨人にされるっていうこれは戦後の日本人がそうだっていうふうな言い方あるし、うん、平成の日本人っていう意味もあるんですけど何、うん、かこうなんと言ってもねこのねだからその楽園送りにしてやるっつって、うん、エルディア人 のやばいやつをつか罪人にされた人とかわいそうな人たちを、えー、なんかパラディートに連れてってで注射打って面白いからだっ,つって巨人にしちゃう、うん、そうすると、まあ、意識が半分ないまんまずっとさまよい続ける巨人がずっといてで結果的にそれやりすぎたせいで責、あのー、められなくなったと巨人が邪,邪魔になっていけなくなったっていうくだりがあるじゃないですか。はい、これはねなんつーの ちえオクロさんそんなあった <laughs> えそうですよそういう設定、うん、あのちゃんと読んでもらっていいですかオクロさん <laughs> そ,うだそうなんですよ4回ぐらい読んだんだけどえ <laughs> そういう風に出てきますよでもこれってあれだよなと思ってその無垢の巨人ってつまりその平成時代ねまあ食って出すだけで繁殖もやめてますからね日本人ね<う>だからその <laughs> や,やめてるわけじゃないですけどね完全に、うん、ただそういった流れになってるじゃないですか、うん、でその後あれじゃないですかエルディア人は 増えちゃいいけない繁殖をやめるっていうジークの選択につながっていくわけなんで、うん、完全にリンクし,してるんですよその少子化に向かう日本っていうことっていうねでこれがその,、まあ、その無垢の巨人命令に従うだけ食って出すだけ指示通り動く考えられない日本人、うん、っていう風刺に見える、うん、これはなかなかヘビーなやつ暮らしてるなと。そその日本人が何も考えずに働いてるからこそ 今の国何とか保ってて滅んでない、まあねうん、つまり思考停止の人間がこの国の壁の中のエリート層を守ってるっていう、うん、そういう風刺になってる<ー>結構これやばいやつぶち込んでます構造として。うん、っていうのがもしれへんと思いながら、えー、でまとめると巨,巨大化って何かを象徴してるんですよねでかくなる。うんうん いくつものことを象徴してると思うんですよ。巨人 <laughs> だから、ね、巨人の物語作ろうっていう時点で、うん、どうしてもそのなんかいその入ってきちゃうんですね意味が。うん、でこれどう考えても奥野さんこれですよねマニフェストディステリーですよね。ああ<ー>。だこれはあのなるほどね。はいメーカーになるそのまあ膨張するふふあのあえかアメリカンズというかアメリカ人が最初に、うん、まあ決断した。 ことですよね。でかくなり続ける。巨人になり続けるより強くより大きくより早くより遠く。っていう子です。これいうマニフェストディスティニーって言って、アメリカの建国からずっと続いてるわけです。ねだから最初はどんどんウエストウエスト。ウエストウエスト、だから東から始まって、どん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 西に広がってって。で、西広がってハワイまでやられて、その後日本に来るわけです。そう、それで、つまりそのアメリカのマニフェストディスティニーと、まあ巨人化、それからマーレ。ということ。 いいろろ重なってくるっていうのと、まあ、最,最初に言いましたけど、まあ、企業っていうこととはやっぱどうしても重なってい巨人のさっき言ってたその無垢の巨人は無垢の巨人で、うん、まあ,ある種の,そのアイロニーみたいなさ、うん、皮肉みたいなのもあるんだけど、うん、その巨大化することとかはまた別の。うん まあメタファーにもなってるとからもうすごい複雑ですね。そうなんですよ。だから一個じゃないんですよ。そうですね。そこが漫画の良さで、はいはいはい。なんかでかいやつ出たったときに、あのなんかでかいやつ出た。ただでかいやつ出た怖いだけじゃなくて、これどういう意味があるのかなってよその勝手にその、えー、想像する余地があるかないかで、うん、作品の価値違ってくるんですよね。深みがあるわけです。だからなんか。 何回か読んでるうちにこれえらいこと言ってねえかって思わせるくらいのパワーがある深みがあるっていうのが進撃のよさで単なるエンタメじゃない怖がらせ系エンタメのようなふりをしつつ実はもう結構深いところの社会批判をいろんな角度からやっててしかもあのねデビルマンでできなかったことまでやってる。それからいろんな人たちが 売れたからここでいいやって止めた問題の先行くんだよね。これ奥野さ、うん、アルミン、はい、あいつなら壁の向こう行けるってやつ。そうですね。狙ってたそのその話は後でしますけど、うん、なんかその辺結構胸が熱くなるところはありますね。うん、あのから先代が超えられなかった壁を超えようという挑戦の10年間だったように見えます、えー。話を戻しますけど。 巨人イコール巨大企業っていったら2006年にこれ外資献金これが解放してで、まあ、この年に伊沢山さんが、えー「進撃の巨人」で世の中に出てくるっていう同じ。 タイミングだったっていうのがもう何とも言えないなっていうのとうん、うん、あとこれ86世代っていうのは言いましたよね86年世代っていうのは君らよりもちょっと若いから、うん、いいこと何もねえっていう人生だったっていうことがい、うん、また語弊ありますよ <laughs> 今日来てる人も86世代いるかもしれないですけど <laughs> そんなこと言ったらもういやー彼らに言わせたらお前らなんかふざけんなだよ。 なな何が「ドラゴンボールだこの野郎」って言われるやつだよ。れてんだよバカって <laughs>、ね、いや,いや,いや俺なんかもっとバカにされてるかもしれないけどお前らも相当バカにされてるかってこの <laughs> そういいことないんだからかいいことなかった伊佐山佐山ダイのマナーは、えー、制服が大好きで真面目階級地獄階級地獄にいるというね思うに乗り乗ろうぜ戦うか死ぬかっていうそのまあ えー、評価主義経済の中で子供時代から、まあ、教育虐待を主にデフォルトとして受けているというねだからなんかまっとうな教育になっていくのはもうちょっと後でちょっと目覚めていくるこの人たちの時代はまだ、まあ、かなりヘビな教育環境にあったっていうのはうん、うん、それはすごい強く残っててでそれで、まあ、こういうイメージになってくるっていうのはなんかちょっとわかるんですよね。なんかその小屋の 巨人のとか子供食うとか、うん、このイメージですね。だから、ゴヤの悪夢。のイメージが、出てるのが、まあ、伊佐山作品。まあ、ゆとりじゃないですもん。 ゆとりじゃないですよ全然ゆとりいとりかなかったみたいないやゆってかゆとりなんてないんだよ本当はゆとりがあるゆとりなんかいないんだよだってその間塾行けとか言われてねあのなんか押し込まれるわけですよで,でその間に誰かが出し抜くみたいなジャンみたいなやつがいるわけでしょ、うん、ジャンそんな悪いやつじゃんジャンは出世したかったわけでしょ自分そんなそもそもはねそんなジャンがあんなことにっていうのがいいわけでしょこまあもちろんやっぱジャンですよ<そ>うるせえよですよ <laughs> <laughs> それはわかるの話だったなっていうで,でそうそうだから,だから各キャラクターが、うん、調査兵団だけじゃなくて出てくる若者がみんな「マインドなんだよね、うん、地獄の階級地獄」の中で「うん、俺はどうすんだ」っていうこと、うん、そして徐々に外の世界のやばさが分かってきて「うん、どうすんの外行って調べんの?うん」ハンジーさん言うよね「調べんのが調査兵団だろう」そうてねそもしくはこもるのかどうすんのかっていうだ引きこもるのか。 社会出んのかどうすんだっていうことの、まあ、メンタリティーみたいなものっていうのが86世代でね、えー、もう26分台 <laughs> だやんなっちゃうなやんなっちゃうな、えー、<laughs> 巨,巨人化っていうとどうしても自意識ライジングですよねねやっぱ、ね、だから知らないと偉いと思っちゃう自分のこと。<laughs> でみんなはバカ俺だけ知ってるっていうふうになるのが。 閉じた世界にいる人間のメンタリティーが向かう先っていうかだから一旦海外とか出たりとか知らない国とか行ったりとかそのすればねいろんな人がいって俺は何も知らなかったんだっていう無知の知を体験する機会があったんだけど<ー>壁の中にいいると分かんない<ー>そのメンタリティーがどういうふうに向かっていくかっていうとこれちょい前世代がずっと抱えてた知識の問題っていうやつ。この辺も なんか風刺として素晴らしかったなっていうよく書けてなって「進撃の巨人」はそんな閉じたマインドで俺だけはすげえみ、うんなバカって思ってる時にあのいきなり壁がく崩れていきなり当事者になるというところから物語が始まるというなまあええー、っていうところから。らい識の肥大化っていうのが一番ダイレクトなメタフォーだなと思いましたでかくなる もうう俺以外全員信じまーみたいいな、なんかああいう感じクチクしてやるそそそうそうそうで一番でかくなってるのがあのベルトルトという気の弱い男 <laughs> そう、優秀だけれども気の弱い男でちょっと好きな女の子がいるそれがアルミンにっていう、うん、泣かせる何つうの真面目で気の弱い男がでかくなるっていうそうねこ、うん、れがちょっとまた面白くて結構リアルですよね怒らしちゃいけないやつみたいな、うん、<番>そうそうそう そそそうそう、その通り。<laughs> 一番でかくなっちゃうぞあいつ<う>っていうやつっていうかそれがだから一個巨人化するキャラクターにそれぞれ癖質を乗せてたところが面白かったなっつって。 しゃあ力とかどうすんだよとか思ったけどね <laughs> なんで女じゃねえんだとかね <laughs>、まあ、いろいろありましたけど、えー、進撃の巨人マナーについての話ちょっとしますね、えー、まあ進撃,巨人進撃の巨人のはイメージ先、えー、前の放送で言った時は、まあ、こんなことざっくりと言いま,す言いましたね象徴主義であると何かを象徴していると、うん、あと現代日本論だったとで若者の本音絶叫を駆逐してやる、えー、自由になりたいんだ。 生まれたんだ俺はだからしょうがない。それに対して向こう側のあ答えはどうのっていうことで、まあほそれぞれが本音絶叫し始める。うん、ロックンロール、うんロ。なぜロックンロールなのかっていうのはちょっと後でまた言いますけど、こんな感じがこれがみあ進撃の巨人の主なメソあのまあ、えー、基本だったと思うんですけど、伊、え、佐、ー、山はじめメソッドっていうのがっあって。 磯<え><え>山はじめのねその素晴らしさって、うん、まあなんか「らるらる」って言ってましたけど、うんえー、なんですよね<対>なんどんなキャラクターも「つい」になるキャラクターを置いてはい、はい、で一方的にやらない、うん、一方的にこのキャラクターを出してこのキャラクターの良さを見せるというわけじゃない、うん、このキャラクターに感情移入させた後に全く逆のキャラクターをぶつけていくうん、うん、っていうことで。 え、どうなんだっていうふうにもう読み手が考えるような仕掛けをしているのでこれ深くなるわけなんですよね、うん、深くはなるんですよ、ねうんはい、でも話進まない、ね、そう、分かりにくいなって思うところありました <laughs> 後半、俺の頭が落ち着かない <laughs> でも深いんですよそれ,それはだからリアタイで読んでた人はイライラしたでしょうねうまあそうだろうと思いますよあと途中でもうちょっとまとめて読もうって思った人もいるだろうし、うんうん、まあでも気持ちは分かる、うんうん、そう うん、ではっきりとこう対立行動っていう場合もあるけど意外とこの、えー、ユミルとヒストリアみたいに、えー、友達関係でいいたんだけど実はこれ対になってるっててるう,う一方片方は神様にされた孤児っていうねでも一方はあの、まあ、孤,児に孤児にされちゃうんですよね一人ぼっちにされちゃう王女様っていうことでヒストリアでこの二人が仲良しって言って双方が双方のことを知らないまんま進んでいって。 でっていうで結局立場を超えた友情にたどり着くというところなんでこの辺もうまいなーっていう構造うまいよ何がうまいってその概念っていうかあれで議論してないんですよちゃんとキャラクターはそう言うだろうなっていうだからそのなんて言えばいいのかなイデオロギーの論争をしてないんですよただ彼らの身体的にあのそれは意味がわからない嫌だ怖い うんえー、殺したいとかっていうことをすっごいこううまいことこうキャラクター同士がぶつかるように仕向けてるそうこれはよ,よくこんなん作ったなと思って、うんね、ただそれがその本当にあの今回出てくるけどあの車座のシーンでもう俺は本当にすごいあしゃべり場。はははいはい、はい やりますよね。はい。あれはすごかったなぁ。いや本当にね。うんうん、で結局治りますからね、ジャンがね。いやそこがいいんですよ。うん、最終的に男の子は拳出ちゃうよねっていう話になるんですよ。うん、だからジャンがやっぱり好きで、ね。<laughs> ジャンが好きっていうか、<laughs> うん、そこをちゃんとやってるっていうか、うん、そのなんかその、うん、話してわーっつって終わるんじゃなくて、てめぶっ殺してやるからなっていうところも含まってるから人間としてそいつの言ってることに血が通っちゃうっていうか。 あの後ね、ガビに謝るからね、うん、ジャンがね。ジャンが。あれよくやるって、ね。ライナーには、お前に謝んねえぞ。みたいなそう。<laughs> で、兄が、私は。ってそう。で、<laughs> 終わりみたいな。そうそう。前 <laughs>、まあ、もちょっとたまんないですよね。うまいよね。うまい。あれはうまい。うん。 対立構造の話で言うと、まあ中と外って中の人と外にいる人っていうのが明らかにこの二人をぶつけ合ってましたね。だからまあずっと中にいた人と外から来た人で、外から人ただの裏切り者と思いきやこいつの話投げライナー。裏主人公はライナー。裏主人公ライナー。知らないこと。この手主人公ジャンなんです。サルタヒコ。こ手主人公ジャンなんだけど。ええ。ジャンとライナーの話なんですよ。ラスボスがエレンだもんね。ラスボスがエレンだなって。そうなの？それはわかる。 知らなかった。ましねねえよ。よ。<laughs> じゃあ, <laughs> あと芝、まあの子供とマーレの子供っていうねでまあマーレの子供ははちは一緒だったってことで、うん、この対比、はい、子供時代で対比させるのがすっげえ重いよな面白い,、はい、面白いしなかなか。 ヘビでしたよね、えー、それぞれが別の洗脳を受けてるとで、えー、お父さんの洗脳を受けて外に悪魔がいるって思ってる彼女もそうですね。ガビもそうだったっていうねこの辺この対になってる感じと、まあ、3人組っってていうのも対になってましたよねこちらも3人組こちらも3人組だったっていうのもあったっていうことでまとめると、えー、敵も人間っていうことですねここでまあやっぱりラルになるじゃないですか奥野さん。 聞いてます奥野さん、俺に言ってる。なるはっきりと奥野さんって言いましたね。<laughs> まあ、でまあ、なるになるっていうかまあそうですね。まあ、だからエンタメに向けて始まってはいるけど、うん、明らかに文学作品だったということですよね。うん、でまあこまあえー、これがこうであるっつって答えをまあ分かりやすい答えを出してみんなが納得して、うん、あ気持ちよかったっていうのがエンタメだとするならばどうなんだ。 っていうふうふに終わるのが文学ですよね。ままああ、それをちゃんとやっていくっていうのがまた素晴らしかったなっていうね、うん、うそしてアルミンとエレンって誰なんだっていうねこの二人は一体誰なんだっていうことをやっぱどうしても考えちゃうわけですよ今日はじゃ誰<か>あ」じゃねえー「じゃなくてアベ「あ」で日々成長しますから、ね。うるせえ <laughs> 大変なんだよ。この人物。アルミンって忘れてた。そうなんいや、おくるさん、これね、習慣でやる話じゃないで、これ。あ、なるほど。う何年間分まとめてやりますか。確かにね。はい。まあ、でも、すいません。アルミンとエレンは。誰かって、どういうことですか。いや、ね。え、誰かって、どういうことですか。まあ、作者の中の。子供時代が。アルミンで。はい、はい。じゃ、純粋で。 賢い子供だったんんと思うんですよねで。なんとかなると思っていた時代の自分と俺ねエレンのね、あの殺伐としていく感じっていうのはねもうデビューしてからの諫山さんでしょうね。 っって思っちゃいますね、はいはい、だから実際に外の世界出て地獄を見たら、うん、やっぱだんだん殺伐としてて孤独になっていくんです、うん、だからねあのエレンの最後のね孤独になっていく感じってねすっごいわかる漫画家だと。連載中なんもうアシスタントも編集者も味方とはいえ味方じゃないとか俺の気持ちだけ絶対分かってもらえないわけだから<ー>そういうふうにそのなんかその連載作家が最初はみんなの一緒に頑張ろうぜみたいなところから。 一人でこう始まった連載、全部抱えることになるから、うん、どんどん孤独になっていく。うん、これがね、なんか非常にこうエレンの気持ちって、あの。なんとかな、きつい状態に追い込まれた漫画家の気持ちにすごくリンクする。なので、まあ、この二人は。多分、諫山はじめの中にいたんだろうなっていうふうに、まあ、思いましたよね。うん ーあーで35分えー、で35分いや <laughs> 今日すげえやばいんだよすごい量あるから<え>森田さん森田ちょっと今って前説でしょまだそう <laughs> 前説で30分やっちゃうからね <laughs>、はい、いつ本編入るの <laughs> これやらないと分かってもらえないんで。うん えまあ、ざっくり言いますと、まあ、一部は平和が終わって訓練学校の時代っていうのがこれが非常に重要、うん、訓練学校の時代があってみんな一緒っていう時代があったからこそそっから離れてから敵対して、うんうん、お前はこういうやつだったのかっていうのが効いてくるわけでな訓練学校でそのな何者でもなかった俺たちっていう時代が。うん 後なってて聞いてくるんですよねこれは本当にやばいなと思いますで2部になって壁の外の話があまあ外出てったらこんなことがあったそしてスパイがたいたんだっていうことが第2部っていうねうでそれで第3部になるといよいよエ、えー、ルディア人って何だったのかマーレ人って何だったのかっていう、まあ、あの歴史のひも解きヒストリアの話ですね。うん、でそこから、えー、外のの世界の人たち にについいいてての周りの話になっていくっていうこういうふうにしてやっぱり外からこれはまあさっき言ったように「えー、内から外へ」っていうことですね大人の世界で、まあ、これは、えーまあ、これもいいか <laughs> あの日田市から、えー、東京に向かっていくというでグローバル市場に出ていくという不安と不満と怒りという、まあ、そういうことですね。えー、実家を出て 外に出ていくっていう気分とリンク,リンクしていくっていうのとあとこの話しましたねエルディアと回れば日米関係だろうなっていうことはもちろん同時に大分と東京じゃねえかっていう話っていう話っていう感じでまあここの辺りが、えー、まあ、えー、ずっと言ってきたことですねそれで、えー、これねさっき言った王女に触れて過去と未来 を見たエレンっていうのが、うん、そこから一人になっていくっていうこの辺りからちょっと、えー、今日のあのやつの<題><本>論に <laughs> 入ってきます。これ以前はエレンは一緒にいるんですよね。だけど、えー、最終ターンになるとエレンが完全に孤立していくとで孤立していくきっかけっていうのは、うん、あのあれでいいですかおぐろさんあのヒストリアの手にキスをするところで、はい、全てが分かってしまう。だってね。 そししてて未来ままで分かってしまったそれは未来も過去も全て決定済みなことなので自分は逃げられないという,うっていうことが分かってだからみんながマーレでアイスソフトクリーム食って浮かれてる時もあんな暗い顔をしているということでいろんな人の記憶を見ちゃって知っってしまった男ということですねだから自分は知っているみんなはまだ知らないっていうところで。 えー、現実を知った男の孤独っていうのが始まるということですね、うん、未来も過去も現在も同等の価値で来てるって言ってましたもんね同時に自分の体の中にそれはきついわなって思いますよで、うん、なんか面白いのがあれだよね全部わかるわけじゃないっていうのがジークのセリフとかうん、うん、いろんなセリフでなんでそこを教えてくれなかったんだってあのお父さんのセリフかグリシャのセリフで出てきますよね本当 壁がいつ壊れるのか知りたかったけどお母さんがあんなことになっちゃうのはいつだったのか分かんなかったなんで教えてくんないんだみたいなところで整合性は取れてるというまあ整合性取れてるっていうかこの人が見れる過去現在の未来っていうのは自分のとその継承してきた進撃ののの巨人の人たちの記憶しかないんですよ、うん、だからその見てるのは自分の記憶なんですよねこの後あずっとね。ね だから他の人の記憶に介入することはできないから、だからそのここがややこしいよな、ややこしい。だからそう。だから急になんかこう次元を変えちゃうっていうか物語の、それはちょっとなずるいなと思いましたよあの時は。でここからですよ奥野さん。はい。これね連載中にいろんな世の中の変化があるじゃないですか。だからそのグローバリズムが加熱していく中で実。 社会がどういう変化してったかっていうのと進撃の巨人の物語がリンクしてますよねで、それで、えー、キーワードはこれだと思うんですよいろいろ知ったエレンがお前らはに長生きしてほしいっていうわけですよねこれはミカサとアルミンに言ってますよね、うん、仲間に言ってます、うん、そのだからエルディアの自分の身内に言ってるんですよ、うん、身内だけは幸せになってほしいということなのでそれ以外は 駆逐してやるっていうモードにどんどんなっていくので、うん、これがあの勝つしかないって言葉やったら言いますよね。うん、これはもう八六世代はもうこれ呪いにかかってます。うん、だってあの評価主義なんで、うん、勝たなかったらおしまいなんですよね。これ刷り込まれてるんで、うん、負けてもいいじゃんみたいなのはないんでこうやって追い込まれていくんだろうなっていうのと、うん、あと強い怒りがあって仲間への愛があってエルディア愛国心。この愛国心っていうものを。 どう考えるかっていうのが結構後半の大きなテーマになってて、うん、でこれが極端な身内ファースト主義に走っていくエレンっていうのが、うんえー、なかなかこれやばい話になってきます。で愛するものを守るためにっていうのが人を悪魔にしてしまうっていう。うん、でも愛するものを守るために僕は戦うっていうのをやってたのは世界系ですからね。うん だから君だけを助けるってやってた物語が前の世代にあってそれに対して一発食らわせてるっていうのがこのエレンの後半の行動っていうやつで彼のえ仲間以外は駆逐してやるという結論っていうのがまあ何て言うのかなここずっと続いてた震災以降特にひどかった仲間主義博愛主義あじゃあ愛国主義ねあと排他主義だからえ日本以外はダメっていうような。 考え方する人たちがすごい増えたっていうね。そのエレン自身が割とそれに近い考え方をするようになっていくというね。ハラハラするわけですよ。やばいやつになっていくこいつどんどん。でこれってまあ、ざっくり言いますけど、新自由主義的な人になっていくるこの人。ファースト。 なんとかファーストですねリバタリアンになってくるんですよねだからあ逆にね保守から自分だけ、うん、主義身内だけ主義にエレンはどんどんなっていくそのキーワードがこれですよお前らに長生きしてほしいお前らだけがっていうふうになっていくるだけど他のキャラクター主にハンジ外知ってますからねだからそんな奴らじゃないだろうお前らって自分たちの国だけが助かればいいと思ってるようなやつだけじゃないだろうここにいるやつらはみたいなことを言うんですけど えーえー、エレンおよびエレン・イエーガー派っていうのが、えー、完全極端なリバタリアになっていくというねだからこの時に、えー、あれですねあのハンジが何と戦うのって言いますよねでここでねちょっとね、えー、またそのエレンのテーマが入っていくんですけど、まあ、あのつまりね,このねえー、っとね愛国の話する時に必ず俺この話好きじゃないんであんまり言わないんですけど。うん その自虐視観みたいなこと言っていう話をしたがる人がいるじゃないですか俺はあれ苦手なんだけど、はい、ああいったなんか、えー、あ,あ,いうああいうものがダメだっていう人たちつまり反省するなっていう人たちがいるじゃん、うん、みたいな、えー、もの,のの極端なのがジークなんで、うん、俺たち例えば日本人は悪いこといっぱいしたから日本人は滅びるべきだ。うんうん ってていう極端なやつが出てくるんですけど、うん、こういったメンタリティとあと諦めみたいなこととかそれから従っていこうという奴隷根性とかすそれから前に進もうとしないものこれが後の出てきますよね「始、うん、祖」と「ジークが」が望んだことこれがいわゆる、うんえー、エレンが戦おうとしてることなんですよね。いやここの対立になっていくという,うん、うん、でこれをね連載中にこんなこと起こってんですよね。だから トランプ派が暴動を起こしてるわけですよね。うん、で、あれはまさにファースト主義で、自分たちファースト主義で壁作って。ええー、排他主義で、あいつらが悪いんだ、俺たちは正しいんだっていうふうにやってった。っていう、うん、これがね、本当におな、面白いくらいにリンクしてるんですよね。で。これがあのー。進撃の巨人がこの下り書いてるのが、二千十八年十一月。うん、だから予言になってますよね。もう三年後。 にえー、あんな同じようなことが海外で起こっていくという流れがこれあってちょっっとすげえなっていう。うん、これとあとイエガ派のフロックですよね。うんうん、でこの人が何だっけえなえ団長が死にそうな時に「えっと、えちゃうちゃっとう」えっと「アルミン」じゃなくて「エルミエルビン」 エルヴィンが知りそうな時にエルヴィンは悪魔のようなやつだから生き返らせるべきだったっていうことをフロックは言うわけじゃないですか、うん、これって。<ー>でこのフロックのこの人が、まあ、イエガー派に入っていくっていうこれま過激思想のこの流れってきれいにこう描かれててここほんとすごかったなっていうふうに、えー、思いましたね。 まあ、うん、あれですよねそのもう核もいとわないみたいな意味にも取れますし、うん、でこれがだからそのとかとはと、はい、ちょっと違うんんですよね、うん、なんかそのなんて言えばいいんだろう青年将校たちの決起とかでもなくな<い>あの愛国心ですらないっていう、うん、なんかそのそこが本当にうまいことをやったなとは思いますその時代の空気感っていうか。 そうなんだよだから何だろう仲間だけその俺たち仲間だろう絆だろうってやってるのをちょっと逆手にとって書いてるところはあったなと思います。うん、でこれがねなんか「進撃の巨人」連載中に起こってたネットの論議論っていうのと非常にいくつもリンクしてますよね、えー、だからまあこの辺ですよまさに「愛知トリエンナーレ」とか「小林しのりとかがわわ、まあ、言ってたやつをあのね そのまあ、風刺に落としてる。うん、で、エンタメとして見せてる。っていうこと。いや、俺そこは風刺じゃないと思うんですよ。うん、えー、どういうことですか、じゃあ。あの、伊沢山君は多分ガチなんですよ。うん。両方ガチなんですそれがそうです。だからこの議論になっちゃうんですよ。うん、その、うん、あの、フロックたちも、うん、その、なんて言ったらいいのかな。本当に、俺たちだけが良ければいいんだじゃなくて、もうマジで殺されちゃうから。うん あの世界に報復されるわけじゃないですか。うん、だから、あの思考になる。もうしょうがないっていうか、根、うん、ならしして。でも、生き残るんだっていう。うん、なんて言えばいいのかな。うん、で、それが確かに、そのゼロ年代とか。の、その、ある、まあ、右傾化と呼ばれてるような。ことを逆手には取ってるかもしれないけど、うん、その風を浴びた時に。うん、多分、彼は本気で、それを一回信じてるんですよね。うん、で、じゃ、俺もそうだし、その。それは間違ってないと思う。 うん、思うんですよ、うん、あの間違ってるとか間違ってるじゃないじゃなくて本気でそれをあの感情的に納得したからこの作品がを書けたんだなと俺は思ってて、うん、あのイデオロギーの対立にななってないんですよ、うん、だからそのこ,こういう議論がもっと血肉になってそのフロックとかの行動につながってるので、うん、エレンもそうだけど、うんうん、だからその皮肉っていうよりはむしろその,そのまんまやって とっていうだけっていうか、うん。まあ悲劇。俺ね、だから、そこはもう本人に聞いてみないと、わかんないとこで。うん、ただ、局面によって、体重が乗ってるキャラクターが違ってくるっていうか。うん、それはそう。それはしょうがないですね。ね、うん、でも、すぐに、うん、いや、ちょっと待ってと、向こうから見たら、どうなんだっていうのを、必ず次の構造でやるんで。伊勢山恥はじは、こっちの言い分を言った後に、向こうの言い分を思いっきり書いて、バランス取るわけですよね。うん。 そこがまあよくできててそうだからただ<当>そこにそ<う>お一番大事にしたのは多分リアリティーラインなんですよあすリアリティーラインっていうかそのエモーショナルラインと言えばいいのかな。うん、なぜそいつがそういう思考に至ったかもそうだし、うん、それをその彼らの身体性まで落とした上でどういうふうなセリフを吐かせるかというかどういうシチュエーションに追い込んでいくかというか追い込まれてしまうかというか。うん、からまあ 大変だと思いますこれを書いたの。<laughs> マジで俺が言うのもなんですけど。<laughs> うん、だから準備も大変なんですけど、<い>でもだから面白いんだよ。こうなんか、なんつうだろうな、俺このさ、議論大嫌いなんだわ。だけど、伊沢山君がやってたこういった話っていうのは割と誠実なんだよな。ちゃんと相手のこと考えるから。 そこがすごく大事で、うん、俺が正しいってやってないところがやっぱりすごく、まあこの作品の信用に値する格の部分だなと思います。四十九分やっぱ、もう <laughs>、まあ、あと十俺無料部分で言いたいこと全然伝えらんねえな。あと十分で何が伝えられるか、でもい一番おいしい話をもいい、もういいや、もう俺ファミリーに向かってやるわ。あのー。<laughs> こだから流れで言いますで俺が今日割と、まあ、みんな好きだと思いますけどニコロ大好きですよね。でイエレナが、えー、入ってくるという、まあ、あれですね3年前に、えー、マーレ人が、まあ、合流して、うん、マーレ料理を振る舞うと、ね、それでサシャが「こんなうめもの食ったことねえだ」って言ってでまあこの方は。 俺は何サシャに命を救われるわけですよねこの方ね、うん、そしてエレナの方は実はまあ裏切ってはいるう、まあ、嘘ではあるものの、えー、マーレに蹂躙された他の国の代表としてエルディアを復活させるというチームで入ってくるというねおニャンコポもそうですけどね。 それが、えー、まあ、流れになってくるというのと、まあ、ここがすごく面白かったですよね。文明開化に狂気するエルディア人っていうのが、俺このくだりすごく好きで。<ー>サシャは、じゃ、サシャじゃねえや、このハンジ,ハンジさんは、本当オタクなんで。はい、そうなんですよ、ね。もうさ、現実の問題を解決するよりも。 拳銃見て狂気あふれてこうなってんのかこれなにこれなにでいい人なんですよね、うん、本当はねガジェットにねそうガジェットにお喜びすごいでいい人なんですよ同時にな、ね、アイスクリームに喜ぶ子たちもすごくいいしねうん、うん、なんか、うん、ここの辺はすごくかわいいよなっていうかなんか。 東京に行ってそんなもんないよ田舎に割ってやって狂気乱舞するのっ、ねうん、れがパピオカミルクティーみたいなやつやそうそうそう田舎にはねえよなって言うじゃん <laughs> 必ずでも分かりやすいう,うちの地元にはねえよなって言いたいだろっそうそうそうたう、ね、<laughs> そう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 そっそ、ね、うそ、ん、うそ、んまあ、うそ、ね、うそ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 うとうそ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 う えー、まあ歴史作戦後ジーク捕獲森へっていう。 流れと脱走したガビたちがサシャの家族になるとでまあ主に、えー、ジーク捕獲されてからのお前にふさわしいホテルに連れてってやるぜっていうあのくだりもすごくいいんですけど嫌 <laughs> いなんかなリバイのこと <laughs> いやリバイは面白いじゃないですか面白い面白い<の>俺だってモテたことぐらいある、ね、そう俺だそうそうそう <laughs> お前モテたことねえだろっていうジークの発言も最高なんだけど最高あそこで話す話しかけてモテたことぐらいある,あるってかわいすぎる、うん、分かってるんや本当にかわいすぎる そんで、えー、ガビたち脱走してサーシャの家族になるっていう流れがありますよね。だから洗脳された少女とそれについていく少年っていっうのがあってこれはエレンとミカサの関係取りかぶってるっていうところがちょっと面白いですよね。 いか怒りにまあのなんつうの溢れたどうにもならないぞとでそれについていくっていうファルコはまああれでミカサのようですよねっていうことの関係っていうのがあってですねでそこからまあさらにねもうにくいですよねサシャを殺したガビがサシャの家族に助けをねこれ本当になくはないラインだよねだこんなことあってもおかしくないからそうそうそうそれであのお父さん 結局田舎の人が一番偉いんじゃねえかみたいな感じになってくる <laughs> <laughs> 一番高貴な人が他社のお父さんで,さんで、うん、森の賢者みたいになってもちろんただなんやろうなっていうあのセリフもそうそう,そう、あれを言っちゃうところもすごいいい感じっていうかね <laughs>、うん、庶民最強ねでこのそこの出会いから、まあ、悪魔いないっていういるのは人間だっていうテーマを、まあ、この,この、えー、ガビさんもう本当に気の毒若すぎるこの人 <laughs> ガビがガビさんが、うん その体験することが何てうの普通の人の30年ぐらいのやつをいきなりその数年間で数か月かとかでか体験させられるでしょこの人、うん、う本当にかわいそうあ<ー>、うん、そうですねあと謎の「東人」登場最初俺小池百合子かと思ったんですけど <laughs> そうじゃなかったそうじゃなかったっすね 実はまあそう「金の亡者」とか言われたりとかするけど「うん、実は」っていうのが入ってきて、うんえー、三笠だけは守ると三笠のつな、まあ、がりがあって最初よだれ垂らしてましたからねあれはだからお金の話の時にそんな分かりやすいなんて言うだろう, <laughs> うこいつだけキャラうっと思って <laughs> <う> <laughs> 磯山さんのマジックリアリズムすごいなって <laughs>、うん。これはでもね。 なくてもよかったですけど、な、うんでかっていうと、その日本のね、そう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 、日本だから混乱するんですよ。そう、そこにもあの本当の日本じゃねえのって出てくるから、うん、構造がちょっとわかりづらくなっちゃうんだけど、と思いついちゃったからしょうがないからやってんだろうね。阿久間美とはまあこれもど違うフェーズで、えー、日本のことを言ってはいるとは思いますよね。はい、そこから、えー、話は地鳴らしの話。 地鳴らしととうのができるんだと壁の中の巨人を全員目覚めさせてで世界中を滅ぼすことができると、うん、っていうねそれを威嚇としてやろうという話になってとっていうことはもう明らかに核兵器のメタファーだということが分かる、うん、ということなので、うん、あやっぱりここに来るよなということと、ね、あとねハンジさんのまともなこと、うん、<laughs> ハンジさんの虐殺はダメだっていうこの。 もも仲たいだよな、な。これな、うん、だからこう絶対にダメなもんは駄目だって言ってくれる安心感、うん、でこの人最後まで揺れるし、うん、なんかとても信用できるオタクですよねこの人ね。ハンジさんが正論を言い出すようになってから本当に団長の責任とか社会的な立場とかによって、うん、狂気ってどこかのが どこのラインが誰の狂気でどれが正しいのか分かんなくなってきますよね。本当はこの人が初め狂ってるよよ。ううに見ええたんですーうわこれやっても知らねえぜっててもねぜ言ってちょっとマッドサイエンティストみたいなところがあったからなんかあこの人おかしい人なんだなと思ってたんだけど団長になってその後、どどどどん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 この人は正論を言いい出すじゃないですか。うん、それでジャンはジャンの苦しみエレンはエレンの苦しみがあってガビはガビの苦しみがあって、うんうん、でこの人も喜んでないんですよ、うん、ほとんど。<ー> 狂気のラインがどこにあんのかっていうのをこの人見てちょっとなんかこう。 この人まともだったのかもしれないい個のことであんなはしゃげたから理系のオタクなんでビッグバンセオリーに出てくる人なんて本当はああ、バーナデッドだバーナデッドだしほらもう一人いるじゃんあの人眼鏡の人えっとんだっけエミリーじゃなくてなエミリーそうそうそうエミリーだっけあの人っぽいんだよね最初ねだけどいろんなことを経験していくうちにこのね解決不可能な問題を後の世代に残せないっていうのはなかなか素晴らしい 名言ですよね。これをやれる政治家が必要ですよ。うん、本当に。なダメなものはダメなんだと、うん、で、エレンはまあ感情に任せ、己の正義で突っ走るというね、そのイエガ派っていうのも放棄っていうのにつながっていくっていうことの流れになってきますね。こんなんね、よくできてますけど、マスメディアの体 <laughs> よくできてます。<laughs> やべえ、三十が五十六分で奥野さんどうしようか。まあ、一回言りますか。 うーん、そうですね。俺この話したかったんだけど、まあこれはじゃあ後半に <laughs> あと一ニコ言えますよ。え、言おうと思えばあと一ニコ言えますよ。じゃあちょっとだけ <laughs> あの <laughs> まあ一回 <laughs> <laughs>。あら、誰？え、分からん。謎が謎呼ぶ。<laughs> 似てる,てるあとはファミリー限定でっていうことにしときますか。わ <laughs> かりました。はいはい。気になるところで。 分かってる人はもうね何言ってんだよって分かれよって思ってるとは思うんですがこの辺りでじゃあちょっと限定の方にいきますかこのさん。ということで久しぶりもう2年半ぶりの公開生放送でやっております山田樹のヤングさんで私浮かれてましてなんとタイトルコール忘れてました。という君は青」。今最後後後半入ってもう一回やって最後それで締めてもいいよ編集してもらおうかな えー、ということで <laughs> めんどくさそうな顔してるけんん <laughs> <laughs> えっと来週の山田レジのヤングサンデーなんですけれどもなんと今日絶対終わらないなと見越して私、えー、本当の「進撃の巨人ラスト <laughs>、えー」今日レジさんの話でもうほとんど終わると思いますだから来週は「俺くぜシミちゃん」の感想、あのー、まあそれぞれねいろんな思いがありますよ、うん、世代も違いますし。うん でさっきちょっとありますけどヒーズル国の話とかは俺結構ああなるほどだからこれ出したんだっていうのを知ってます。へ<ー>はい で、あと、なんで、なぜ、あの、十、十三年しか生きれないか。<laughs> はい、これ、私、知ってます。知ってるとかある。分かったとかじゃなくて、知ってるんやん。<laughs> あの、過去、現在、未来、全部、一緒に、襲ってきてるんで、俺には。もう、そう、そう、死ぬやん、お前。そうだよ。言うね。十年 <laughs> <う>、ね。十年。十年。そんな感じで、えー、来週、ちょっと進撃の巨人の、まあ、アフタートークみたいなね。エピローグ、我々の、えー、やりつつですね。え、さんも、言いたいなかったことを言い忘れたことを、えー、ちょっと、言ってもらいます。のと同時に。 ヤンさん名作映画解説、はい、まだちょっとレジさん本当にやるかどうか分かってないんですけれどもあれやります。シショーシャンクの空に。<ー><ー>ただ金曜ロードショーでやるから <laughs> <laughs> やるの俺がちょっと知ってちょっとじゃあ「ね、バック・ツ・ザ・フューチャー」みたいな回でね。うん 鈴ズは大好きなんでしょう、ショウシャンク。好きだよ。あんないい映画ないよね。うん、映画が好きになった原因の一つでしたよ、<laughs> 当時、まあ。ほんまに好きかその感じ。え、ほんまに好きだったよ。<laughs> あんないい映画ないよ。<laughs> ということで、ショウシャンクのストラに、まあレイさん余裕あれば見ていただいて、うん、あのまあ語れることあれば何か語ってもらおうかなとか、まあ最近本当にずっと特集会ばっかりやってきたんで、来週はもうあの楽な感じだね。はい。うんはい 何も持たずに来ようかなと。お前、いつも持ってきてもらえる。何も持ってきた、俺もうほんまに。手に何も持たない。だから空手って言うんですよ。お前空手関係ないやん。見ていけなあ。ただ、ハイキックうまいそうか。これ、こんな話するんやったら、レイさん、もうちょっと2箱、1箱、詰め込めちゃうか。山田レイジの古典この間ありましたけども、なんと、あさって。はい。9日から。九日から。 ターナーという絵の具の会社でいいんですか？はい、そうです。のまああれなんですけども、まあグループ店ですよね。著名な漫画家さんとか、え、吹きつ、吹きつさんも来ます。吹きつレイジ、レイジさんも来ます。はい、レイジレイジが、レイジレイジがはいはい見れますね。はい、見れますね。なんと四階東長崎だっけ？会いそうそう池袋のちょっとのビルの四階のフロア全部レイジさんのだから実はすげえ広い。 そう,うししこの間より広かったんですよ。そうこの間より広いです。であとあのこの間出せなかった <laughs>、はい、ちょっとやばいやつ結構持ってっているので、えー、よかったらぜひあのお願いします。はい、はい、今回はあれですねあのネットでもあの買えることになったのでオンラインはいオンラインでも、うんえー、買えますのでいけない人はそちらの方ちょっとよろしくお願いします。ブースの方覗いてください、はい、っていうことです。はい、よろしくお願いします。そして、えー、まだ誰にも言ってませんサプライズ発表が後半あります。ね 俺らも知らんうんえ何も言ってないもんそうかレイさん知ってるレイさんも知らんレイさんも知らんだしょうもないこと俺しか知らんこういうパターンって大体しょうもないぜひお楽しみください後半進撃の巨人解説ラストですねファイナル行きましょうアストラビスタップ。ベイベイ動画面白くってあのこれジョン・レノルの息子なんですけどあのちょっと複雑で実はだからえっとね 親の世代が理想主義者だった。うん、そんな子供たちっていうのが今の段階順ニアです生きたい」から「死ぬのが怖い」世界は残酷だって訴えるのは作者自身が「生きたい」と思ってるから。